こんにちは、金黒です。結局のところジンバル選びはパイロットフライの C45 にしました。カメラで使うジンバルをパイロットフライにするのか G-UN にするかフェイユテックにするか結構迷ったんですが、結局のところパイロットフライ C45 にしました。最大の決め手になったのは、一番パイロットフライ C45 が軽量コンパクトだったからです。こんな感じのケースに入ってて、昨日もう開封して使ってみたんですが、ちょっと開けてみますと、じゃーんと、まあ、こんな感じのジンバルで、まあ正直なところ持ってみた感じ想像よりは大きかったんですが、他社のものに比べるとやはりこの大きさが小さいっていうのが決め手になりました。カメラ乗せて使うんですけど、やはり街で撮影するのにできるだけコンパクトな方が、まあ、撮影するときに圧迫感といいますか威圧感がないかなと思って、できるだけコンパクトなものにしました。代わりにこのパイロットフライ C45 ではカメラが 500g 以下のものに限られます。まあ、実際モーターの力は 800g までいけるそうなんですが、あんまり大きいカメラだとこのジンバルにうまく乗らないんだと思います。ジンバル本体以外に入ってたものとしては、この AC アダプター、それからそれぞれの国で対応できるようなこういう充電するときの、こう国ごとに対応できているこういうタップの部分、これを例えば日本だとこれを選んで、先ほどの AC アダプターにはめ込んで使う感じ、こんな感じで使います。まあ、この残った3つはしばらく使いそうにないんですが、この状態で使おうと思います。あとマニュアルが、まあ、簡単なマニュアルで、しかもちょっと英語表記なものがついてました。まあ、入ってたものはそのぐらいなんですが、非常にシンプルな構成で、まだ正直なところこのパイロットフライ C45 もう少し使ってみないとわからないんですが、まだ謎なところがたくさんあって、使い込んでみないと、まあ、結局使いやすかったのかどうかわかりませんが、私にとっては軽量コンパクトっていうのが一番の最大の決め手になりました。また先ほどのこのケース、もう一回ちょっと戻しますけど、このケースに入れて、あとコンパクトカメラ、私のこの RX Mark III、 これを、まあ、ケースに入れて、先ほどのパイロットフライとジンバルと一緒にこう持ち運んで、こう締めまして、あとこちらにもちょっとしたポケットがついているので、ここにお財布とか入れたら、これだけを持って街でジンバルを使って撮影しに行くのにすごく便利そうです。早速昨日このパイロットフライ C45 を使って撮影してみた映像がこちらです。たったこれだけの映像ですが、4、5回撮り直しをしました。自分のイメージ通りの映像になかなかならなかったんですね。この辺のスイッチ類をうまく道具として使いこなして、まあ、思ったイメージ通りに動かしたり、あとこのジンバルの設定自体ももう少し細かく設定して追い込んでいきたいと思います。また新しい道具として使いこなすためのツールがもう一つ増えたっていう感じです。新しく購入したパイロットフライ C45 ももう少し使いこなしてみて、詳しいレビューやっていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。